ていますが先発で起用されました。 EATV でご覧ください。サッカーファンの皆さんこんばんは。夜空に雪が舞っています。白熱のスタジアムからサッカー中継をお楽しみください。実況は私西岡明彦、解説には福西崇史さんをお迎えしています。ラウンド16のこの一戦、アミアンがオリンピックマルセイユと戦います。どちらもラウンド16に進出してくるだけのことはあるチームですね。ここも見応えのある試合が期待できるでしょう。キックオフが待ちきれませんね。今日の試合に出場するホームチームのラインナップです。このチームの得意な戦術がカウンターということですが、見るべきポイントはどこでしょうか。攻撃陣のポジショニングに注目しておくと面白いかもしれません。相手の甘い攻撃に対して鋭いカウンターを仕掛けてきます。こちらがマルセイユの先発メンバーです。今日はウィングを置く一般的な 4-3-3 です。中盤の技術がポイントになりますね。フランスカップのベスト16、前半開始です。この試合でベスト8が決まります。ここは前半からうまく試合に入っていきたいですね。中央はフリー、クロスは届くか。序盤にチャンスが来ましたが、ここは先制点を奪えません。決めておけば試合が楽になったんですが、まだゲームにうまく入れていないようですね。この選手は現在メディアも含めてかなり注目されています。噂は本当でしたね。今シーズン限りで引退することが発表されました。クラブの中心選手なのでサポーターも悲しんでいるでしょう。残りの試合でも最高のパフォーマンスを見せてほしいですね。絶妙なパス、スルーパスが出ます。これは運がない、バーを越えました。判断は素晴らしかったと思いますが、精度が足らなかったでしょうか。このパスはカットされました。前を見たい、これが入りません。信じられません。余裕がありすぎたかもしれません。ホイッスルはなし、主審がプレーを流します。アドバンテージを見たのでしょう。インターセプトされました。福西さん、前線のタレントを豊富に擁する両チームですが、今日はどんなゲームになると思いますか。そうですね、お互いの意地をかけてくるでしょうか。入れば1点リード、ゴール決まった。ここで先制点決まりました。リプレイが出ます。なんといってもこのスルーパスですね。素晴らしい抜け出しからしっかりと決めました。この選手は常にディフェンスの裏を狙っていますね。ボールを運んでいます。さあどうする、視線が中にいった。さあ出すか、シュートを打つしかない。これはオフサイドです。チャンスでしたが飛び出しが早すぎましたね。
相手に渡ります。ちょっと強すぎたか、キーパーが対処します。果敢に滑っていく。プレッシャーをかけられても難なくトラップしています。うまく読んでいましたね。無理をせず着実にボールを回しています。入れば同点となります。ここはゴールを決められません。力が入りすぎたかもしれません。こういうチャンスを逃すとリードを広げられますよ。素晴らしいボールだ。キーパーが軽々とさばきました。ここでインターセプト。スペースを見る。キーパーと1対1でしたが大きくシュートを外しました。何を考えていたんでしょうか。全力で蹴る必要は全くなかったと思います。思い切って打てるか。キャッチできません。ボールがこぼれた。オラレス。素晴らしいボールです。ここでスルーパスを狙う。よく止めましたがボールはこぼれています。前半が終了しました。スコア。さあ後半のキックオフ、マルセイユのリードで折り返しです。ボールを失いました。サイドへパス、横に展開してきます。タックルでプレーを切りました。相手ボールのスローインです。ディフェンスがサイドによってこれに対応します。福西さんもご存知でしょうが、バルセロナが移籍市場で大本命を獲得しました。ええ、この移籍はチームに大きなインパクトを与えてくれると思います。この位置からプレッシャーを受けている。ああ、これは惜しい。オフサイドです。選手の交代があるようです。両チームともに準備をしています。このパスはカットされます。味方にパスを出します。ビッグチャンスです。ゴールゴール。フィニッシュは目の覚めるようなボレーで決めてきました。なんというテクニック。リプレイが出ます。まずはこのクロスから中の選手へボールが渡ります。最後はボレーでしたね。折り返したボールがちょうどいいところに飛んできました。それにしても豪快なシュートです。
このパスは通らない。マークがいません。抜けた。このシュートは枠に当たりました。キーパーとの駆け引きには勝ったんですが、少しだけ運がなかったですね。このパスは読んでいました。さあゴールを狙いに行く。ボールがゴールに吸い込まれた。交代で入ったばかりですが、しっかり結果を出しましたね。あのシュートがファーストタッチだったかもしれませんね。映像が来ましたね。ここでディフェンダーを突破し、チャンスを作り出しました。素晴らしい抜け出しからしっかりと決めました。この選手は常にディフェンスの裏を狙っていますね。じっくりと出しどころを探しています。これはあるぞ。いい位置からの1対1でしたが、ゴールにはなりません。今のは試合の勝敗を分ける得点につながっていたかもしれませんね。このミスは痛いですよ。ボールをキープして自ら勝負します。いけるか。ゴールゲット。副審が旗を上げています。このカットは大きい。しっかりと奪いました。ゴール前に入ってきました。ディフェンスの対応が光ります。華麗なパスですね。入れば決定的。追加点とはいきませんでした。いい反応です。リードしたまま試合は終盤。このコーナーからさらに得点を加えられるでしょうか。自陣内でプレッシャーにさらされています。サポーターはホームチームに声援を送っています。サポーターが諦めていない以上はチームも諦められません。力を出してほしいですね。試合はまだまだ動きません。いいところを見ていました。最高のボールが出た。うまく狙いましたが惜しくも枠の外。素晴らしいテクニックでしたが、もう少しでしたね。ここでインターセプト。さあマルセイユだ。このままにしておく。最後は1対1となりましたが、キーパーがスーパーセーブを見せました。よく反応しましたね。蹴った方もあれを止められるとは思わなかったでしょう。試合終了です。見事次のラウンドに進むチームが決まりました。いや、接戦を見事にものにしましたね。最後はどうなるかと思いましたが、きっちりリードを守りきりました。これだけいいサッカーを披露したわけですから、次のラウンドも自信を持ってプレーできると思いますよ。